このコーナーは海外のビジュアル系ファンが日本に来た時に行くと楽しいスポットを紹介するコーナーだよ。葵くんが今回紹介してくれるお店はどこ？今回はビジュアル系 CD ショップライカジソンを紹介します。約25年も前からずっとビジュアル系に力を入れてきた老舗のお店なんだよ。へえ、お店はどこにあるの？本店は新宿の西口。ちょっと分かりづらいんだけど、周りにはマニアが喜ぶ CD ショップやスタジオがたくさんあるロックなところにあるんだよ。何か目印はあるの？柏木公園という小さな公園の近く。お店の周りにビジュアル系のポスターがたくさん貼ってあるから、近くに行けばすぐ分かるよ。それでどんなお店なの？とにかくビジュアル系の品揃えがすごい。このお店でしか手に入らない商品やマニアックな商品がたくさんあって、本当にビジュアル系のファンだったら大喜びしたくなるようなお店なんだ。お小遣いがいくらあっても足りなくなりそうだね。ビジュアル系の CD バンドを集めたコンピレーションを企画したり、ライブイベントやインストアイベントもたくさんやってるんだよ。インストアイベントって何をするの？葵くんもやったことあるの？僕たちあやべえも実はこの間インストアイベントやったんだよ。その様子をちょっと見てみてね。よろしくお願いします。あやべえの入場です。どうぞ。はい、三重県四日市市から、2004年に上京してきまして、それ別に知らなくていいと思うので入って、無事にアイベイに加入し、もういいっつうんだよ。アイベイの諸星ゆめひとです。よろしく。早くやってください。そうですね、すいませんね。はい、どうもドラムの健三です。よろしくお願いします。ボーカルです。よろしくお願いします。あ、ここでリズム取った。はい、ベースの尹哲です。よろしくお願いします。はい、ギターの竹人です。よろしくお願いします。質問コーナー。うぇーい。これからツアーが始まりますが、これは必ず持っていくものってありますか？テープでいきましょうか。携帯。携帯。財布。携帯。かぶっちゃった。目覚まし時計。枕。アイベのこだわりとおすすめを教えてください。お湯の温度。あんまり食べない。納豆入れる。カレー味が大好き。僕もカレーです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっと書きますやっぱり。すごいいっぱいの人だったね。僕たちもファンの人たちと身近に触れ合えるイベントってなかなかなくて、こういう機会が本当にありがたいと思うし、とっても楽しいから、これからもどんどん続けていこうと思うんだ。それでお店は新宿だけなの？他に名古屋と大阪と、あとラフォーレ原宿の中にもあるんだよ。ラフォーレって原宿のシンボルと言われている大きなビルでしょ。すごいね。週末はインスタイベントとかもやってること多いし、とっても楽しいと思うから、今度よかったらビジュちゃんも行ってみたらどう？でもビジュとっても方向音痴だから、葵くんと一緒に行けたら嬉しいな。あ、それなら大丈夫。ほら地図があるから、これならビジュちゃんもちゃんと行けるよね。葵くん、そうじゃなくて